さてと。 なるほど。 聞いてるのか？ で、みんな集まったな。じゃあ行くか。待て、まだ行くのは早い。なんでだよ、あとは盗むだけなんだろ。パレスを甘く見るな。あのペルソナって力がありゃ、それが甘く見てるってことだよ。パレスに行くのは準備を整えたからだ。準備？よく聞いてくれた、アンド。まずは貧弱な装備を。武器のことか？ 売って。じゃあそっちは任せた。あとはパレスで消耗した時のために。薬？大丈夫だ、当てはある。アンドのは楽しみに待っててくれ。こいつと我が輩はヨンチャに用がある。いいから来い。あのさ、 実はな。なあ、ご主人が 話してた診療所はここだな。まあそれしかないよな。当たって砕けるだ。 診察室にどうぞ。 どうせストレスでしょ。 とりあえず鎮痛剤でいいよね。 あ、在庫。 やっぱり睡眠薬。 甘いのと辛いの。 あなた健康でしょ？ うちの噂。
キさあね、おかげで訳あり患者ばっ。今時の高校生もいいよ。体調回復に効くやつに一応真面目そうだし、面自由診療みたいなもの、病院の受付とかで売ってるの見たことない？や、体調を崩しても自己責任。それでよければいつでもどうぞ。話が早いね。私も助かる。でも変な子だね。ま、どうでもいい。はい、どれ？それにするの？どうも。それは聞くかな。はい、どうぞ。お大事に。やれやれ。そうだな。よし。モデルガンを扱っている店なら、よし、続きは明日だな。よし。お？よし。行こうぜ。皆さん、豊かに見える日本社会ですが、仕事はない、保証がない、未来を担うはずの若者が未来を描けないでいるのです。演説なんて別に珍しくね。じゃあ俺に、あのショップちょっと分かりにくいところにあるからな。おい、よっしゃ。
そういやお前、ミリタリおすすめだ。てめえで気に入ったもん持ってきゃいいだろうが。不親切じゃ。オートマチックかリボルバー。オートマ？お前ちは、いきなり車の話すんじゃねえよ。ここはマニアの来る店だ。ビギナーがたまると常連が嫌がる。ビギナーじゃねえし、こないだここで買ったし。覚えてねえな。こんな野郎。お前は何か欲しいもんでもあんの？うん、干渉派か。そっちの金髪よりは。うっせえ。してやんなら最初に言え。一応注意事、人には向けないこと。運搬札の世話にだけはなるな。おお、そうかい。まあよく見りゃモデルガンと分かん。そのうちいいもんおごませてやるよ。お前にその気があればな。今はビギナー向けだ。待ってろ、見繕ってやる。よし、やってな。かっこいいやつ買おうぜ。じゃあ俺の金渡しとくから、いいの頼んだぜ。そうか。よし、どれにするんだ。あ、それか。壊すんじゃねえぞ。おう、それにすんのか。いたずらに使うんじゃねえぞ。よし、どれにすんだ。あ、それか。どうだ。おう、それにすん。気に入ったか。よし、どれにすんだ。あ、それ壊すんじゃねえぞ。おう、よし、どれにすんだ。それにすんのか。いたずらに使うんじゃねえぞ。おう、そうか。よし、どれにすんだ。おう、それにすん。気に入ったか。よし、どれにすんだ。あ、それ壊すんじゃねえぞ。ああ、おう、よし、どれにすんだ。よし、どれにすんだ。おう、また来い。
マスター、知ってるかい、先日の地下鉄事故も車掌が異常な言動をしていたってね。精神がどうのとか騒いでるやつ。ああ、何でも人格そのものがまるで心を盗まれたようだって。そんなバカな話あるわけないだろ。ありがとう、そろそろ閉店だ。ご挨拶だな。だから客が寄りつかないんだよ。味は悪くないのに。店がこれじゃせっかくの豆が泣いてるぜ。毎度どうも、またのご来店。やれやれ、親切で言ってやった。ったく、めん。ああ、なんだ、今なら皿の一枚でも。お前に関係ないだろ。店さえ潰れなきゃいいんだよ。さあどうだかな。ここにいる限りみんなが放っておいてくれる。煩わしい話も面倒くなくなってもらっちゃ困るが、だからお前も少しは役に立て。俺はもう上がる。これでひとまず次は潜入道具だ。奥に机あるだろ。その机だ。これで好きな時にいつでも作れるぞ。今回は我が輩が材料を提供してやる。難しく考え、最初はみんな不器用なんだ。これで準備はと、明日からいよいよパレスだ。おはよう。おはよう。もうじき退学だってのに、首相なことだ。はい、じゃあホームル、君ちょっといい？確認したいことがあるだけ。すぐ済むから。早速今朝の件を進めてくれているようで。どうも。なんだ吉沢。はい、前に助けてもらったので。やめておいた方がいい。君の輝かしい未来に傷がつく。さっき話しただろう。このその筆頭がそいつだ。前歴持ちの天、いいですかね。おっと、では我々はもう行きましょう。指導の邪魔。失礼します。単刀直入に聞くけど、さっきのこともあるけど、ちょっとね。今朝お小言もらっちゃったの。君の名前出されてね。あ、それとさっきの女子、ちょっかいとか出してないよね。ならいいわ。坂本君とも付き合いあるみたいだし、それに吉沢さんも。
君ってもしかして大ごめん上話おしまい戻っていいよ。みんな分かってるんだろうな。あの城に行ってお宝を盗めばいいんだよね。つうかお宝って何なんだ。お宝ってのはパレス主の歪んだ欲望の象徴だ。いわばパレスの核だな。取っちまえばパレスは形だが、鴨下のお宝が何かは我が。そのお宝ってどこにあるの。それも入ってみなきゃ分からん。どうせパレスの奥底に。まあ大体分かったぜ。まあそういうことだ。とりあえず目標はパレスのどこかにあるお宝の場所を見つけることだ。不測の事態を避けるためにもできるだけ余裕を持って行動しろ。お前らの働き。きっちり償わせなきゃ。じゃあ作戦会議を始めようか。よし会議おしまい。あれ？どうも。は？ああ。どういうつもり？
お大事に。やめるの？こんばんは。あの後のことは覚えてる？その様子じゃ覚えてない。一度はね、昏睡から回復したの。そのうちまた意識が飛んで寝ちゃった。普通あんなの飲む？はいはい。ちなみに倒れた原因は胃液と混ざると異臭が発生するの。まあどうでもいいか。今度は私の番でしょ、取引。私のオリジナルの薬ね。他言は厳禁ってことでいいよね。じゃ取引、ここに来てくれればいつでもお値打ち価格で分けてあげる。種類もそのうち増えるかもね。今後ともご贔屓に。あれほどの怪盗行為、身体的にどこで傷を癒していたの？調べればわかるのよ。我は何時、ちぎりはすなわち我死神のペルソナの生誕に祝。そうだね。え、あ、これも覚えてない？検査中にも言ったけど、10代のモルモットは貴重でね。私はあなたの受験のためにお薬を提供か、新薬。もう動けるでしょ。じゃお大事にどうぞ。
いよ。よく聞け。こんなもんだな。ありえねえよ。始めようか。試してみよう。これだ。そうか、君の。なるほど。よし。
おいおい、よっしゃ。じゃあな。そうだ。
やれやれ。おい。
お？アンドノの言う今は余計なことを考えるな。学校はどうだ？問題起こすようなことしてねえよな。それならいい。おごしってのはな、ただでさえめんどくせんだから、変なことを欠かせんなよ。いいか、一人で勝手にのたれ死ぬならまだマシだ。世の中にそんなバカが増えねえように。どうした？ああ、もう出るよ。遅くなって悪いな。わかってるって。それじゃ、あと。見ての通りだよ。お前が手伝ってくれると。ほのせるじゃないの。ただでとは言わねえよ。手伝っコーヒーの入れ方とか教えてやるよ。よし。教団とは言っても君は未成年。生活の基盤を支えていた者がいたはず。しかも君が怪盗団あの喫茶店のマスター。我は何時、何時は我、何時ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、鳳凰。よし。じゃ。頼んだぜ。
行くぞ。はあ、いいか。さてと、作戦会議といきますか。よし、じゃあ会議終了だな。よし、行こっか。それにしても、コードネームも決めねえとな。コードネーム？俺がスカルでジョーカーに。アンドノの格好だと尻尾といい、この格好はなあ、お前どうよ。待って、その名前で今後呼ぶ気？じゃあ何がいいんだよ。猫じゃなくてパンサー、割といいんじゃない。どういう意味だ。ひょう、めひょう。めひょう言うな。そんなことよりかもし、あ、そうだったな。じゃあ仕切り直していこうぜ。こっからはガチで行くぜ。おいおいお前たちに。わ、主よりお言葉です。囚人、戻りました。実に結構、私の言葉を覚えていたようだな。更生させる甲斐もあろうというものだ。うん、もったいぶっているわけではないのだ。お前がなすべき更生の何たるか、お前が美学を共有する仲間と出会い、その時に改めて話してやろう。それもそう遠くはあるまい。今回はお前への支援について案内させてもらいたい。お前はワイルドという素養によって、複数ワイルドは無限の可能性でもある。そのためにお前のペルソナを処刑案ずることはない。ペルソナはお前の内なる古き人格のいくつかを捨て、古き人格のいくつかを捨て新たな人格に生まれ変わらせる。いわばペルソナ同士の合体。まずは一体目のペルソナを選ぶのだ。ではもう一体のペルソナを選んでもらうが、その前に重要なことを教えておこう。以前協力者との絆、ペルソナは心の力。お前が育んだ絆が強ければ、ことにペルソナの処刑、すなわち合体によって絆を結んだ者らとアルカナを同じくするペルソナ、ペルソナを合体させる上での指針ともなるだろう。加えてもう一つ、合体で今のお前のレベルを超えたペルソナを生み出すことはできない。そのペルソナはお前にはまだ扱いかね、合体の結果予測とも照らし合わせ、これが合体後に生まれるであろう姿だ。スキルを継承させることで、もっとも初めから難しく考え込む必要はない。
これで良いのか。貴様では扱いきれない。まだ主の話は。可もなく不可もなくといったところですか。不可もなくといったところですか。引き継ぐ技能を選びなさい。いくらかは力を授かって生まれるだろうな。これはこれは。この場から消え失せようと、お前の運命が定まるその時。古きペルソナの血肉から。戦いの場へ赴けばペルソナを多くを集め、多くをここで処刑し、そして力を養うことがお前の構成であり、構成がはかどるよう処刑の方法はいくつかの祭儀から選べるように。しかも貴様の励み方次第ではさらに新たな祭泣いて喜べ主人。お前の心は着実に抗う力をつけている。構成は順調なようだ。そこで私から贈り物を用意した。よし。それは心の目を開き、今のお前なら使いこなせよう。では望みがあるなら聞きます。なんだ。私に何。見るのですか。あなたの奇跡です。もう終わりか。なんだ。せいぜいあがけよ。どうしたお前。んだよ、ぼーっとして。
器がでかいってことにしといてやるよ。頼りにしてるぜ。で、ひとまず前回見つけたいつもの入り口からすぐの場所だ。セーフルーム、行きゃわかるって。なあ、すごいね。何？よく聞け。Ha!
書くか。正体を見せろ。先制攻撃チャンスだ。行け。ゴー。残り2体しょうがない。身を締めてゾロ。残り1匹。とどめだ。ゴーだ。よっしゃ。次次。俺の敵じゃねえぜ。だったな。感じるぞ。
暴いてやる。何者だ。よし、まず。この隙にバトンタッチで交代するんだ。バトンタッチだぞ。ついて同じようにやってみろ。よし、バトンタッチで力が増してる。マイコン、アガシオ、ちょっと待て。嘘な。奪え。暴れカルメン。いいぞ、そのまま続け。決まったぜ。いいぞ、そのまま続け。さて、もう始めるぞ。これで終わりだ。一緒踊りってな。やるじゃねえか。よく聞け。だからって。じゃあ実行に移ろうか。正体を見せろ。余裕の勝利ってやつだな。この先へは行けないみたい。シャドウ発見したぜ。どうする、ジョーカー。正体を見せろ。だから持てないんだよ。先制攻撃チャンスだ。行け。
したことねえな。ジョーカー、怪しいな。じゃあ行くか。正体を見せろ。先制攻撃チャンスだ。行け。よろしく。バトンタッチでさらに次から。やっちゃうよ。この力があれば。よし。楽勝楽勝。正体を見せろ。先制攻撃チャンスだ。行け。いただいていく。意を示せゾロ。残り2匹、強力のゾロ。残り1匹、とどめだ。うれよっしゃ。次次勝利だな。よし、シャドウ撃破。
セーフルームが近くにありそうだ。ジョーカー探してみないか。お？よく聞け。こぎすいません。シャドウだ。注意しろよ、ジョーカー。暴いてやる。よし、こちらの先生だ。相変わらずすげえ力だな、ジョーカー。よし、シャドウがいるよ。どうする？暴いてやる。何者だ？よし、こちらの先生だ。くらえ。我が決意の証を見よ。やだって。終わった終わった、うん、次行こう。ご苦労様。よし、正体を見せろ。怖い。先制攻撃チャンスだ。行け。そこか。
残り2体、うん、油断するな。奪え、ノーボーサー、許さないからね。我が輩華麗に復活だ。どう、そう、ベルソナ、これを敵は残り2体、いざ、ひどいよ。なるほど。ま、宝箱発見だ。きっといいものが入ってるぞ。おい、ちょっ、正体を見せろ。先制攻撃チャンスだ。行け。
余裕すぎ、歯ごたえない。おい、宝箱だぜ。早速開けてみようじゃ。また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。よし、
別の場所を探す。待て、なんだ、あそこにロープでもかけて登んのか。怪盗ってのはもっとこういう時は、よしよし、我が輩が密かに作ってワイヤーを使ってと、ま、習うより慣れろだ。ま、よし、どこか、強そうなのがいるぜ。正体を見せろ。俺を倒すつもりだ。ヘルプ！どうだい？じゃあな。よーし、勝利だな。やるか。Okay.
おい。さてと。ほう。すまん。こんなもんだな。
ごゆっくりどうぞ。しましょう。構成の時間だ。さあ刑を執行するぞ。さあ選べ。なるほど、これは強いペルソナです。なるほど、これは強いペルソナで、引き継ぐ技能を選びなさい。さて、どれほどの力を授かるかな。これはこれは。もう終わりか。なんだ。時間です、囚人。Thank you.
察室にどうぞ。はい、どれ。日本だと薬がいつでも手に入るよね。こんな薬漬けの国あんまりないな。それにするの？あ、そう。それは効くかな。はい、どうぞ。あ、帰る？お大事に。二人ともいい。それにお前、今の状況を覆したいなら、上がったな。
わかりますか？ うん、困りましたね。 始めようか。 よし、 じゃあ会議終了だな。 よし、 行こっか。 やるか。 なんかやべえのがいるぜ。 どうするよ。 や,
そうなシャドウがいる。暴いてやる。よし、こちらの先生だ。鮮やかな勝利だ。よし、何か楽勝。大したことねえな。正体を見せろ。強そうな奴がいるぜ。暴いてやる。俺を倒すつもりだ。先制攻撃チャンスだ。いけ。よっしゃ。暴いてやる。ならないね。
じるぞ。正体を見せろ。怪しいな。怪しいな。研ぎ澄ませ。なんだよこの部屋、これ全部。なんか
気分は良くないだろうが、あんな大仕掛けで隠してたんだ。これって、その大きさと形、覚えてるか？柵を開ける仕掛けについてた。待って、メダルの下にも何かあるよ。こいつは、おお、これ、じゃああれか。見ろ、きっとここだ。変な形の建物だね。今の場所から考えると、よし、だったら一気に行っちまおうぜ。いや、先が見えたならペース配分も考えられるはずだ。適度に引き上げつつ探索を進めようぜ。あいつ、気をつけろ。我が輩の予想通りなら、よし、なら俺が速攻で黙らせてやる。気をつけろよ。エンズ、攻撃したら動き出したか。だがあいつを倒せば、なんだ？説明は後だ。またさっきのがいるな。叩くときは弱点をついたりして一気に畳みかけて、眠らせたりで動けなくするか。生意気なツルだな。エルコだ。そい、逆転キッド、奪え、キッド、やるか。よし。
しようか。よっしゃ。この辺。じゃあ、行くか。では、何か。ジョーカー。なるほどな。司法をあんな目に。心底吐き気がするぜ。なるほど、待っていた甲斐があったという。そこの猿が言った通り、ここそこに土足で踏み入るとは。鴨志田様に逆らった愚かしさ。やっぱりこうなったか。仕方ない、迎え撃つ。てらー見ろ、危ないって思ったら。しとれ、我が半身。これだな。マジごめん。ここでペルソナだ。こいつま。うん、助かったよ。ペルソナ。は。主の言葉に耳を傾けなさい。それ。抵抗しても同じこと。
主の言葉に耳を傾けなさい。痛いなもう。我が決意の証を見よ。そうだ、ありがとね。抵抗しても同じ。どけよ。もうすぐあなたの身元に召されるのですね。いいぞ。こぎすいません。感じるぞ。何か暴いてやる。何者だ。こちらの先生だ。俺をどうする気？そいつのゲットは初めてだな、ジョーカー。うん、研ぎ澄ませ。
押されてる、気をつけるんだ。終了終了、さ、先行こうぜ。どこかに、先手必勝だぜ。踏み抜け、敵は4体。は頂いていく。 Think again. Don't know what
ただの畜生と油断したな。シャドウどもが強烈な殺気を放ってるぞ。注意しろよジョーカー。仮面を増やしたな、ジョーカー。感じるぞ。怪しいよな。
なんかつーか あれは行くぞついてこい。何やっぱり我が輩のこれは石だぜ。パレスってのはその場所が本来あるべき姿からその歪みが集まって生み出されるのがこれだ。歪んで、もう一回説明するか。とりあえず石な。で、どういただいていく。お宝ほどじゃないが、これももらっておいて損はない。はでもこれ本当に取って大丈夫？何か起きたりしねえだろうな。こう罠とか呪いとか。よし、ゲッ。とりあえずこの調子じゃ他にもまだありそうだ。我が輩の見立てが正しければ。え？犬みたいだね。あ、猫か。猫じゃねえし。猫っぽいってだけだからな。気づいたか？よし、行こうぜ。感じのやつ発見。気をつけろよ、ジョーカー。強そうなやつがいる。正体を見せろ。終わった。
次行こう。ご苦労様。レベルアップだ。さて。暴いてやる。よし、こちらの先生だ。敵ダウン。ジョーカーすごいじゃないか。いい感じやるぞ。宝箱あったぜ。
ん？これは。ちょっと。どこかに。なるほど。